僕は15年ぐらい、主に株取引をしてきて、でトータルの、確定利益が40億ぐらいに、40億を最近突破したぐらいです。フリーターから40億円トレーダーとなった個人投資家テスタ。1分1秒単位で取引するスキャルピング。近年はスイング、中期でも株を取引。日経225先物を株のリスクヘッジで使っている。リスクヘッジの手段は様々だが、225先物を使っている理由は。日経レバーみたいな商品もあるんですけど、やっぱりその時間外に動けるっていうのはすごい大きいのと、あとレバレッジがかけれるので、すごい少ない資金で、大きなヘッジをかけれる。なんか先物ってすごい危険とか、そのレバレッジがかけれる分危ないっていう思われることが多いんですけど、僕はそういうふうにヘッジとして使ってるので、むしろ安全度を上げてるんですね。先物を使うことによって、裸で株を買ってるより、先物でを売ることによって、トータルでリスクを減らしてるわけですから、本当リスクは減ってるんですけど、先物っていう聞くだけだと何かリスクが大きくあるように聞こえるんですけど、それは実は逆なんですよね。225先物を使うタイミングは。直近でもいろんな悪材料というか突発的な材料ってあるんですね。アメリカの大統領が、例えば今だとコロナに感染したとか、日本の総理大臣が辞めるとか、そういうのですごい大きく動く時があるので、そういう時に持ち株がたくさんあると、売るのにも時間がかかったり、売っても板の関係で売りたい値段で売れなかったりするんですけど、そういう時に先物だともう一瞬でいくらでも売れるので、その時に使うことも多いですね。とにかく便利はすごい便利なので、先物を僕はもう手放せないですかね。これまで日本株だけで勝負していたテスタさんですが、最近アメリカ株を買い始めたという。その理由は。それも全体の資産のヘッジとして始めたんですけど、それは本当もう1回買って、でコロナですごい下がってる時に1回買いまして、その2回しか取引してないんで、10銘柄ぐらいは買ったんですけど、やっぱり日本はこれから人口がどんどん減っていって、しかもこれだけグローバルになって、もともとものづくりの日本みたいなところありましたけど、やっぱり IT の時代になってアメリカの企業は大きくなっていってますし、日本でその優れた技術者がってなった時も、全然外資の会社に就職したりとかって、ヘッドハンティングされたりっていうことはもう当たり前のように行われている中で、日本だけで大丈夫かっていうののリスクをヘッジするためにも、やはり海外の株にも多少目を向けておいた方がいいんじゃないかっていう思いでやってます。得意のスキャルピング取引からスイング、中期の取引を新たに学び、ついに300万円の元手を40億円に増やしたテスタさん。一体どこまで突き進むのか。僕はもう来年勝てると思ってないので、毎年毎年その日その日を最善を尽くすしかできないので、僕はもう引き際っていうのを決めてるので、昔は例えば電話で取引してたわけじゃないですか。それがもうインターネットになって、アロヘッドになってアルゴが入った時もそうですし、先物が当たり前になった時代にもなりましたし、時代っていうのは本当当然変わっていくので、僕らその変化に対応するしかなくて、それができなくなったらやめるっていうのは決めてます。最後にテスタさんにとってデリバティブとは。僕にとってはリスクを減らすためのもの、レバレッジかけれるじゃないですか。だから怖いって、もちろん怖いですし、でも僕みたいにむしろそのリスクを減らすように使ってる人もいるわけですから、もう本当使い方次第なんで、僕はこんな便利な商品はないと思ってやってますけど。